いろんな時代の長渕さんの声を使い分けて歌います。最初はあの声の透き通ってた頃のフォークアイドル期、うん、はいはいはい、最初の頃ね、はい、そしてドラマに出だした頃のロックバンド期、うん、そして一番声がしゃがれていた頃のカリスマボイス期、うん、そして最後現在の生涯現役と、なるほど、4つ声を使い分けて歌います。まずはフォークアイドル期です。硬い絆に思いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき時には喜び、肩を叩き合ったあの日。次ロックバンド期です。あれからどれくらい経ったのだろう、沈む夕日をいくつ数えたろう、ふるさとの友は今でも君の心の中にいますか。カリスマボイス好きです。はい、乾杯。今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、現在です。遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ。ちょいちょい会いかしてもらってましたりして、どうですか、これだからご本人聞いたらどうでしょうね。そうですね、もう普段からそうなんですか。そうですね、あの好きが高じてもうこうなってしまった、だんだんこうなっちゃったんですよ、はい、これでもほらテレビでいっぱい長渕さんのモノマネしてるやん、はい、どう思ってんのあなた見てって、それモノマネされるんですか、うんうん、ちょっとクオリティが低いなといつも思ってる。でもタイプで言うと、うん、そのコロッケさんみたいな笑いを取るっていうよりは、うん、本物系ですよ。そういうことやね、はい、うん、なんかこう茶化したくないんですよ、もう好きすぎて、あのご本人の歌を茶化したくないですよ。デフォルメとか、その、はいはいはい、別にあのモノマネを否定してるわけじゃないんですけども、はい、今日モノマネのプロの道に進もうかどうか迷ってるんでしょ、はい、そうですね、あの進むことを迷ってるというよりは、はい、あのなんで急にフラさん話したこのタイミングもね、長渕さんそうなんじゃない、あのなんか急に外すのよ、あの落語家さんが運営に乗るちょっとね、そこも長くタイミングがある。そうなんや、ありがとうございます、あのなんていうかそのご本人の許可っていうのはこういうの、こういう業界というか必要なのかっていうことを聞きたくて。これでもよく言うのは正式な許可というよりは礼儀としてご挨拶に伺うっていう人が多いみたいですね。あ、そうなんや、会ったことはあんの。ご本人とご挨拶はしたことなくて、奥様の悦子さん、手紙悦子さんとたまたまライブハウスでお会いした時にご挨拶はさせていただいたんですけど、あのそういうなんていうかこういう活動のことをご本人がなんていうかそのいいとか悪いとか言えない立場だからだったら私は応援してますよっていうことが、はい、じゃあ奥様の公認は得てるんじゃないですか。公認っていうかあの今のモノマネの仕方では怒ることは絶対怒られへん、ね、真面目系だから。コロッケさんは怒られるかも。コロッケさんは怒られるコロッケさんはふざけてるから、ね、でも僕よくわかんないですけど、これその笑いが取れるモノマネの方はなんか需要はありそうな気がするんですけど、なんか渡辺陽一もできそうな気がする。そこのフォルムだけですか。フォルムは渡辺陽一にできちゃうから。コロッケさん的な長渕剛とかできないの。いや僕はそれは、じゃあそれか他の人のモノマネとか桑田佳祐さんとか。ああそう、いや長渕さん一本ですね。長渕さん一本で行くなら余計に桑田さんはできないですね。それもいちいち言わんでもいい。
だから振りかなと思ったらもうその辺ちょっと疎いんですいませんもうそうですね、僕はまあ今の歌聴いてて、はい、ちょっともっと聴けるなって全然思ったことなんで、え、じゃあもう、うん、もう一曲聴かせていただきますよ。大丈夫です。何かリクエストは締めに一曲、トンボとか。あー聴きたい、やっぱりね、聴きたい、うん、バージョンはいつの。あ、でもちょうどその入れ立ちの頃ですよね。そうですね、うん、トンボの頃、この頃ぐらいがいいんじゃないですかね、うん、はい、トンボ、トンボ、はい、わかりました。コツコツとアスファルトに刻む足音を踏みしめるたびに、俺は俺であり続けたい、そう願った。ああ幸せのトンボよどこへ、お前はどこへ飛んでいく。よければ一緒に歌ってください。マジなんですね。そうですね。これ一回だけコロッケさん的な。すごい。